ではちょっと会見の方を始めさせていただきます。8月25日にですね、名古屋の方で葛西デビュー15周年記念試合ということで、マサー選手とのシングルマッチを組ませていただきました。ちょうど昨年の今頃のデスマッチトーナメントで、対戦して、その後今年の春アメリカで、対戦しております。唐突感はありますけども、その流れを組んで、試合を組ませていただきました。で、形式に関してですが、マサー選手の方からコンクリートブロックと蛍光灯というふうな形で要望が来ておりますので、それを受けて、葛西さんの方からコメントをいただければと思います。よろしくお願いします。マサダとはね、過去に何回もやっていて、シングルでのデスマッチで何回も対戦していて、正直、去年のデスマッチトーナメントの決勝では借りを返したんだけども、4月の、ね、CGW の大会でまた完膚なきまでにやられてしまったんで、是が非でも、雪辱したいところなんで、そうだね、アーダコーダ言葉で言うよりも、あいつとオレッジの試合は見てもらえば凄さが一番伝わると思うんで、国際会議場、名古屋の国際会議場というでかい会場で組まれたからには、もうなりふり構わず、あいつとオレッジにしかできないものすごいデスマッチやって、メインイベントで BJW のデスマッチの選手権が組まれているみたいだけども、メインイベント食うつもりでがっちり狂わせてもらうんで、見に来るやつはそのつもりで覚悟してこいと、やる方も覚悟はいるけど、見る方も覚悟は必要だよ。形式に関しては、コンクリートブロックと蛍光灯ということですけど、この辺は問題ないですか？断る理由はね、マサダがそう言うんだったら、逃げも隠れもしないし、ということで、では名古屋での試合形式はコンクリートブロック&蛍光灯デスマッチということで、決定したいと思います。何か質問がございましたらお願いします。今回のシングルはその、15周年記念の、スペシャルシングルデスマッチとして考えたんですけれども、15周年記念に関しては今回の存在に関してはどうでしょうか？別にね、15周年って言ったって、俺っちの中ではね、キャリアを考えれば、通過点に過ぎないし、別に15周年になんか思い入れがあるとかそういうのはないんで、とにかく、15周年にマサダと、でかい会場でがっちりやれるっていう方が、意味合いが大きいんで、がっちりやります。